のお仕事おしまい。そろそろみんな来るかな。私も準備しないと。お邪魔するです。アイヤスさん、コンパさん、いらっしゃい。そっちは仕事終わった？他の奴らもぼちぼち来ると思うわよ。ネプギア来たよ。大声出すんじゃないですの。みっともないですの。こんな大人数で押しかけてよかったのかしら。僕こういうの初めてだから楽しみだよ。なんだか緊張するな。私も慣れてないからと噂をすればね。あ、まだ準備してないのに急がないと。というわけで皆さん長い間お疲れ様でした。今日は皆さんにゆっくり休んでもらうために。そんな長ったるしい挨拶はいらないです。もっと気楽にしなさい。そんな堅苦しいものじゃないでしょ。今日は女の子だらけのパジャマパーティーだー。さすがにこれだけの人数が集まると狭いですね。私の体が大きいからかしら。寝てる間誰かに踏まれそうで怖いですの。私ネプギアの隣通った。あ、じゃあ僕はアイちゃんの隣で。アイちゃんは抱きつき癖があるから気をつけた方がいいですよ。だいぶ前に治ったわよその癖は。にぎやかだね。こんな大人数で一緒に寝るなんて初めてかも。でもちょっと残念ですね。皆さん明日も仕事でしょうからあまり長い時間は遊べないし。そんなのつまんないよ。せっかくのお泊まりなのに。確かにただ寝るだけっていうのはもったいないかもしれないね。そう言われても。でしたら明日もみんなで泊まればいいんですよ。それはいいかもですな。いっそ毎日泊まっても構わないですな。毎日ですか？悪くないわね。ここからなら仕事場通うの楽だし。ビーンボックスまで帰るの大変だし、しばらくお世話になろうかな。そうね、しばらくはチカとベイル様を二人きりにしてあげたいし。ネプギアは私たちが泊まるの嫌なの？嫌じゃないですけど、ちょっと楽しそうかなって思うし。それならもっと嬉しそうな顔しなきゃダメですよ。みんなギアちゃんに会いたくて来てるですから。まあいいのかな。しばらく寝不足になりそうだけど。